桜坂46が11月25日から26日の2日間、千葉県ソゾマリンスタジアムにて3周年記念ライブ、サードイヤーアニバーサリーライブを開催。26日公演では、活動を休止していた2期生の遠藤光が復帰を果たし、同日遠藤は公式ブログにて活動再開への思いを綴った。遠藤光、休養中の不安語る遠藤は4月19日、自身の公式ブログにて、体調不良によりグループ活動を当面の間休止を発表。春に行われた全国ツアー、桜坂46サードツアー2023は全公演欠席していたが、今回のライブをもって活動再開を果たした。この日のブログで遠藤は、皆さんお久しぶりです。本日のサードイヤーアニバーサリーライブ2日目にて、サプライズで活動復帰させていただくことになりました、と報告。休養中については、この7ヶ月間は体力回復とともに、今まで自分に起こったことや自分の心と真正面から向き合い、次々に変化をしていく自分がいた場所の風景を客観的に見つめながら、本当に戻ることができるのか不安な時間を長く過ごしました、と不安を吐露し、その反面、自分の今を過ごしていく中で、そんな時もいつも心には桜坂があって、必ず桜坂46としてまたステージに立ちたい。という気持ちで日々を過ごしてきました、と綴った。遠藤光、休養中に支えてくれたメンバー明かす続けて、体力や気力が落ちている時も家族の支え、周りの方の支え、そして電話や LINE で連絡をくれていたハブちゃんの励ましに元気づけられながら、ようやく桜坂の舞台、バディーズ、桜坂46ファンの愛称の皆さんの元に戻ってくることができました、と活動休止中は25日をもって卒業したメンバーのハブみずほや家族などに支えられていたと明かした。〇〇、また、ライブ当日の感想について、今回この舞台からの景色を見たとき、皆さんの応援が何よりありがたく、長い休養期間にもかかわらずいつもの通りにずっとレターやお手紙で励ましてくださったバディーズの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。今はこうして桜坂46としてまた舞台に戻ってこられたこと、ライブを無事に終えられたことにひたすらほっとしています。たくさんの声援で温かく迎えてくださりありがとうございました、と感謝の思いを伝えた遠藤。バル、また一日目に舞台に立たなかった理由として、今回ハブちゃんのセレモニーは、ハブちゃんだけが主役のものにしてほしいという思い。そして、二日目の復帰を控えていたこともあり、ハブちゃんの卒業は舞台上でのお別れはできませんでしたが、ステージ裏でちゃんと直接感謝を伝えることができました。私に宛てて伝えてくださったメッセージ通り、私なりのペースでも、またしっかりと歩んでいきます、と説明。最後には、バディーズの皆さん、復帰後のこれからも応援よろしくお願いします、とファンへの思いを綴り、投稿を締めくくった。遠藤光、2022年9月に一度活動休止。遠藤は2022年9月、体調不良により活動を休止することを発表。2022年12月に開催された、セカンドイヤーアニバーサリー、バディーズ感謝祭、より活動を再開したが、今回のツアー、サードツアー2023、の皮切りとなる東京公演、4月12日から13日開催、も体調不良のため欠席していた。